治承二年6月18日、義経二十歳の御時、巻第三の六、弁慶義経に君臣の契約申すこと。今宵も確定帰らんとするところに、いつもの癖なれば、夜更けて清水坂のあたりに、例の笛こそ聞こえけ。弁慶、あら面白の笛の音や、あれをこそ待ち連れ。この観音と申すは、坂の上の田村丸の建立し立て祭り神御仏。我三十三人身を返じて、衆生の願いを見て図は、祇園精舎の雲に交わり、長く小学を虎字と誓い、我が地にいらん者には、福徳を授けんと誓いたもう御仏なり。されども、弁慶は福徳も欲しからず、ただこの男の持ちたる太刀を取らせて食べと規制して、門前にて待ちかけたり。